とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、コメントをもらいました。ありがとうございます。普通の矢とダイナモを合わせて使うとむちゃくちゃいいよっていうのを聞きました。で、実際使ってみたところ、やばい、これまさにチート級の技だよね。うん、まさか俺こんなん全然知らなかった。で、実際今が、俺が持ってる弓で一番いいのはこれだったね。ピンクスコーンドレル。まあ、黄金スキルで無限。で、ダイナモがついて、重力マルチショットとなってます。まあ、一番いいのは、マルチショットダイナモの、アーティファクトチャージ、あとなんだっけ?この、うん、ショート棒についてるやつだな。クールダウンショットだ。その4つがつけば最高だけど、まあ、限定的すぎて無理だな。で、しかもこの冬の指先についたとか、最高だね。チャージショットで必ず3本出るんで、使い勝手は良さそう。まあ今ダイナモやってます。5回ダイナモしてるね。これで撃つと、こんぐらい出ます。1億1700万。とんでもないよね。1億だよ。1億。たった5回ダイナモしただけで。これ、ダイナモ1回だけでも、すごいのよ。2300万。どういうこと?ダイナモとこの苦痛の矢。意味がわかんないぐらい強い。うん。ほんと修正されてもおかしくないぐらいの強さだね。で、ダイナモ矢を使うには、苦痛の矢で、魂が必要だから、トゥルースシーカーよりは、こっちがいいんだな。不滅のナイフ。黄金のこっちか、自分が使ってるやつはどれだ?あれ?不滅のナイフが使ってるやつがあったあったあった、これや。こっちのはね、魂吸収するんで、いいでしょう。まあ、とりあえず今日行く場所は、ここ。デイリーミッションレベル3、クリーパーの森、プラス25、行ってみましょう。では、行きましょう。最初はソウルをね、入手しなきゃいけないから。いや、きっついかな。あー、ちょっと待って、これ、じゃあちょっと火力が足らんわ。弱体化で、結構ね、生存率は高いやつなんだけど、元々の火力が低いな。あー、これ低いわ。そうだそうだ、爆発で倒していくタイプだったね。でも爆発で倒しても、ソウルは入手できないから、ダメなんだ。これトゥルースシーカーがマシか?いいか。いいね。オッケーオッケー。とりあえずダイナモ溜まった。しゃあ。おお。でもマルチショットのダイナモ出た時が強いね。おーい、しゃあ。ぶっ飛ばすぶっ飛ばす。とんでもねえ。で、これ、力のポーションも、これ効果があるから、さらに強くなるんだよね。倍だから、4000万ぐらいでダメージ出るか。4000万とんでもない。よしよし、とりあえずソウルをいっぱい貯めて、いっけ。お、危ねえ、死ぬ死ぬ死ぬ。しゃあ、ああ。ちょっと待て。待ってくれ。待って。俺の、矢が溜まるまで待ってくれ。なかなかマルチが出てくれない。マルチ出ればもうほんと一発でこう、行くんだけどな。いっけ。ダメだ。あ、でも重力が入ってるから、若干なりともマシか。うん。重力が入ってるから、敵を集めてくれるんで、うんうん。まあまあマシな方だわ。あ、ミスった。あ、怒った怒った怒った。あ、そうか。ピンクスコンドレルは怒らせるんで、いいのか。ちょっと待って。え、これいけるか?どんぐらいダメージ与える?おお!ワンパンだよ!デイリーレベル3のストーンゴーレムワンパン。異常でしょ、強さが。あ、なるほどね。で、しかもこれ、倒した敵の HP、ダイナモのやつも、回復するから、これやべえな。しゃ、
うん、あ、これ重力ついてるの悪くなかったな。うん、この装備の、うんうん、セットはなかなか良かったかもしんない。お、よかった、恨んでよかった。ちょうどね、なんか、売ろうとしてたんだよね。うわ、売らなくてよかった。正解。これ大正解。しゃあ。いくぞ。あー、なんか敵が多いけども、ここら辺から、撃て、おい気持ちいいぐらい、倒すね。よし。はい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 。マルチショットが出た時はやばい。ああああ。で、やっぱりこれ、そうだね。不滅のナイフとかの方が、いいわ。うん。なるほど。むしろ剣を使わずに戦っていくタイプにしても、いいんだな。しゃ。おい。ああ、うん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 。楽だわ。楽。はいはい。こんな簡単に倒していける？このレベルをさ。お、村人解放まで来たよ。いけるか？あー、でもこれ、この装備じゃないときつかったな。よっしゃ、いけ！あー、エンチャンターうっといな。これ使うにしても、ちょっと慣れは必要になるな。若干なりともちょっと、今までと戦い方が違ってくるんで、慣れは必要だわ。よっしゃい。よし。いけ。おっしゃ。あー、なるほどね。なるほど。つけたいエンチャントも大体分かってくるね。これ連鎖反応とか長弾があると、結構違ってくるわ。え、あと、あ、あとこっち？はい。楽勝。結構ね、デイリーレベル3難しいんだけど、こんだけガシガシ倒していけると、楽すぎる。よっしゃ、抜けた。エボーカどこ？エボーカどこいる？ちょ、どこにいるか、ちょっと全然わかんない。え、どこだ？あ、いたいた。いけ。あ、なんで全然違うとこ撃つの？いけ。おっしゃー。すっげえ。すっげえ。これすっげえわ。よしよしよし。これもうなんか、欲しい装備が、増えに増えたな。お、もう終わりか。もうちょいで終わりです。もう、もう一気に終わらせる。一気だわ。え、これでもう終わりでしょ？よっしゃ、いけ。で、ピンクストコーンドリル、やっぱこれ、向いてるわ。うん。もともとがね、長弾ついてるんで、結構跳ね返る。もういい感じ。お、お、お、まだ出てくる機会？お前たち。大丈夫、大丈夫。しゃ。もうクリーパーも何のそのだもん、これ。ほんとに。しゃー。終わりか？終わりだね。クリアでーす。では、クリア報酬見ていきましょう。防具だったよね。防具。わお、ノーマル品かい。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。